せハルツアドスパサーサス、こんにちは、ハルチャンネルです。今回の動画はね、大洗水族館に行ってきたので、そちらのね、気になった魚たちをね、動画に撮ってきました。この人形はエトピリカっていう水鳥のね、お人形です。はい、一番最初にいたイワシです。美味しそうですね。これね、多分ねソイな気がするんだけど、違ったらごめん、わかんない。なんだろう、これね、水クーラーで美味しいよ、うまい。コリコリ。これはカワハギ。何カワハギかわからんけど、説明見ないよ。多分モクズガニの仲間だと思うんだけど、スポンジ持って掃除してて可愛い。見てこれ、なんか団子みたい。これもモクズガニかな。可愛いな。頑張れ。え、団子魚にも見えなくはないけど、なんだろう、わからん。綺麗で大きなお魚、なんだろうね。そろそろ調べるべきか調べないべきか。アフウシのグッズ販売始めました。服だけではなく小物もね、取り扱いしてますので、興味のある方はツイッターまでお願いいたします。アフウシの LINE スタンプもぜひよろしくお願いいたします。はい、これね、すっげー気になったというか気に入ったの。エトピリカっていうね、水鳥。可愛くない？片足でさ、これずーっと移動してんだ。うん、可愛い。すっげー可愛い。出る気ない、この子。この子ずーっと片足で進もうとしてんだよね、前にね。この子もね、エトピリカですね。寝たいのか寝たくないのかよくわかんないけど、この状態でもずっと片足でパタパタしてんだよね。かわいい。見てこれ、目開いてんだよちゃんと。ほら、ちょっとぼやけてるけど、寝たいのか寝たくないのか、どっちだ。でも可愛い、キューだね、片足だけでね。じゃん、これサメ。なんと大洗水族館ではね、サメに触れるんですね。日本指でね、なでなでしてくださいって書いてた。可愛い。ちょっとザラザラ、ザラザラ感がかわいい、かわいい。サメの種類によって触り心地が違う。3種類いるね。かわいすぎる。よし、ウニはまあ改めて触らなくても痛いからいいや。ナマコ捕まえた。これナマコ美味しそう。酢物にしたいね。酢物言えない。かわいい。メドカリコショコショしてる。かわいいね。歩いてる。これよし。これ次カニさん捕まえたい。カニいるんだよ。カニここに見える。これカニ、よいしょ。ほら、ちっちゃなカニ行っちゃった。